さあここからはですね、本日発売でございます24年ぶりの、ね、新作でございます、うん、バブルボブル4フレンズをですねご紹介したいと思います。紹介してくれるのはこのお二人どうぞ。はい、皆さんこんばんは、ディレクターの戸崎剛です。よろしくお願いします。戸崎さん、お願いします。そして皆さんこんばんは、レベルデザインを担当した伊予正秀武です。よろしくお願いします。伊予正さん、お願いします。ありがとう。あれなんだなんだそれは。あこれはあれシャボン玉だから透明なんだね。あ、ボブだから。あ、そういうことか。そうか、あれ言っちゃうから。オープニングで抜けるやつや言ってた誰か。抜けても可愛い。可愛いですね。そのバブル感確かにあるね。ね、うん、計算されてる。はい、ということでございます。まずはですね、このバブルボブルなんかね、言いにくい。バブルボブル、バブルボブルシリーズコンビ名みたいでね。ああ、うん、バブルボブルシリーズについて教えていただきましょう。お願いします。はい、スライドお願いします。はいはい、バブルボブルはですね、1986年に、オリジナル版がアーケードゲームとして発表されたシリーズで、アワハキドラゴンの、バブル、先ほどの緑のやつですね、と、ボブルを操作してステージをクリアしていく、パズル要素を含んだアクションゲームです。はい、続編や、さらにパズル要素の強いバブル、パズルボブルなど関連作がさまざまなハードやったな、はい、パズルボブル開発され移植されたタイトルの人気シリーズです。はい、パズルボブルの方が人気が今はあるかな。あ、まあまあね、はい、ちょっと短っていうか分かりやすかったですよね。こうね、グーグーって言って、ね、はじいてドカンみたいな、ね、バブルシューティング、ね、そうそう、あの弾ピョンピョンって、あー、分かった、やったやった、ね、3つ以上で割れるんでしたっけね。そうです、2回4つかね、あー、やったね。そうそう、どんどん上からギャッギャッギャッっていうのを、でパズルボブルの話。そうです、ね、バブルボブルだよ。バブルボブル、ありがとうございます。すいません、すいません、すいません、はい、戻ります。ちょっとチャックンポップに近い俺の中では。あ、僕もそうですよね。言ってましたよね。僕友達がパソコンゲームでやらせてもらったんですよ。チャックンポップ。チャックンポップ。何版？いや、なんかパソコンでやって矢印でこう登ったり。うん、あのもういいから。何版？いや、何版か分かんない。MZ2000 じゃない？そこら辺の。MZ ですかね。いや、MZ のチャックンポップはよくできてた。ね。ですよね。その話もいいかな。バブルボブルだって。バブルボブルの話。はい。はい、そうですね。すみませんね。で、この今作がこのバブルボブルの24年ぶりの正統派シリーズです。はい、おー、完全新作となっています。96年ぐらいでしょ。そうです、はい、プレステとかっていうか、これ一番最初のコンシューマーってファミコンのディスクシステムですよね。そうですね、ディスクシステム。やればやるほど。86年、7年か。87年、アーケード版が86年に出てますね。だから87年だ。ゲーセンにあるゲームがファミコンでできる嬉しいシリーズでしたね。あ、そうですね、そうですね、あれは嬉しかった、確かに嬉しいんだ、確かに嬉しかった。はい、ということで、じゃあこの新作についても教えていただきましょう、うん、はい、スライドお願いします。はい、はい、かわいい、はい、バブルと仲間たちが、夜の子供部屋で大冒険を繰り広げます。うん、はい、最大4人のマルチプレイで、本棚やベッド、おもちゃなどをモチーフにしたカラフルなステージで遊ぶことができます。はい、またバブルンたちを待ち構えるボスとして、オリジナル版に登場したドランク、緑のやつですね。はい、ドランク可愛くなってますね。そうですね、今作ではとても可愛く、はい、でもさっきちょっとボコボコになったね。ねえ、敵でしょ。うん、あいつあるやつなんですよ。敵なんだ、ドランクはね。はい、です、魔法使いですね。はい、ドランクとドラゴンってすげえなこれ。はい、はい、で、ね、で、まあ、ドランクも本作よりパワーアップしております。はい、で、泡を使ってですね、このようにさまざまなアクションができます。はい、泡を割り、はい、吐いて、包んで割るんですね。はい、閉じ込めて角や背びれで割るというのが基本アクションですね。はい、体当たりしたらいいんですね。そうですね、はい、うんうんうん、この頭から背中にかけて、あ、なるほど、なるほど、トゲトゲしいところで、トゲトゲしいところでね、はい、当たっていただくと、なるほど、はい、なるほど、なるほど。はい、またですね、アクションや、スキルを駆使して、最大4人のマルチプレイができですね、全100ステージ、のクリアを目指しましょうということです。はい、さらに、今作はですね、オリジナルの、これが嬉しい、アーケード版も遊べます。はい、バブルボブル感半端ないすごいですね。はい、当時の懐かしさをそのままにですね、任天堂スイッチで、遊べるようになっております。はい、
オリジナルの、アーケード版はですね、はい、先ほども出ました魔法使いの、呪いによって泡吐きドラゴンの、バブルンとボブルンにされてしまった、バビー少年とボビー少年が現れる敵を泡で閉じ込めて、もともと少年なんですね、はい、そうなんですね、はい、それがそのアーケード版はそういうことなんですね、設定が、うん、はい、うん、で、泡を敵を泡で閉じ込めて倒しながら、さらわれたガールフレンドを助けるために洞窟の地下100階を目指すというストーリーです。100にこだわりますね、はい、素晴らしいですね、はい、なるほどなるほど、いやだからチョマルさんとかはアーケード版もちろんもちろんやってた、はい、あ、ね、このアーケード版がもう入れれるっていうのがね、すごい昔やったら容量食ってたのにまあね、今やったらもう結構そう、うん、ね、アーケード版っていうのはそのさっきのねパワーポイントの中に子供部屋の中に置いてあったんですよ、ゲーム筐体が。はい、鋭い、その通りなんです。 あれで遊べるんですか。そうなんだ、山本やるねよし、そんなことに気づいたよ、山本にやらしてあげよう。私やった、アーケード版高木さんもやらしてあげよう。やった、これをね、今回はアーケード版をまず2人にはプレイしてもらう。もともと24年前こういう感じだったという、ね、この間何やったっけ、バブオとボブオ、ちょちょ、バビー少年とボビー少年が、はい、バブルンとボブルンにされた設定ね。あ、行こう。あ、さあ、もう始まってる。あれあれあれ、いきなり現れてる。あ、色が変わってるけど、どうする。あ、そういうことだ。はい、もう一回やりたい。バブルンが緑が山本です。オッケー、今ね、画面上めちゃめちゃポンコツプレイになってますけど、はい、ちょっと今ようやくコントローラーが握れました。コントローラー逆でした。どれが合ってるんだこういうことかな、はい、そうですね、泡を吐いて、はい、敵を閉じ込めて、はい、割る。あ、割らなきゃ。閉じ込めてから、閉じ込めてからアタックしましょう。はい、あ、そうよ、あ、やばいやばい、閉じ込めてからよ。ちょっと待って、画面できました。あれ動かないですね、画面が大丈夫ね、大丈夫ね、あ、大丈夫だ、よし、はいはい、できた、チャリーだ、チャリーだ。うわ、懐かしいこの感じ、あの上のスコアの出方とか、いや、あのドット感がいいね、あのシャボン玉のね、バブルね、いいですね。もう今まで、何その無茶すんの、何その無茶すんの、ちゃんと話し合ってヘルプサンキュー。 あと、ちょっと待って、あと1個、オッケー。なんかこれやったら15枚もらえたぞ。ワクとなる、なんてことやる、ワクワクするほどワクとなると、ワクめちゃいけない、はい、ダブルだった今、ちょっと話し合って、うん、いい、あ、うまい、うまい、やったー、すごい、パーフェクト。これって途中でセーブできるんですか。これはこれはできないんですけど、イエーイ。ただ、あの昔のアーケードにあったエクステンドが、エクステンドもさすが違います。下に落ちたら上から出てきたよ。自分裏コマンドが生き残っていますので、あ、上と下つながってるよ。あ、じゃあここで待機してる前が、あ、うまい、よし、すごい、できた、ショットゲーム、もぐもぐ、あ、ちょっと落ちそう、落ちても上から降ってくるよ、はい、死にません、上から出てきます。あ、そうなんですね、繋がってます、落ちていいんだ、これが新鮮なんですね。そうですね、昔のゲーム、どこで待ってたらいいんだ、あ、ヒートイン取らなきゃ、ヒートイン、おい、取りました、あ、やばい、はい、エクステンドの6文字を揃えると、あ、素敵なこと、よし、やられた、あ、来た、ウォーターバブル、ウォーターバブル、はい、できた、はい、ウォーターバブル割ると水流れるからね水流れた、風が、よっしゃ、落ち着いていこう、落ち着いていこう、落ち着いていこう、この敵懐かしい、このお化けみたいな、火は消せないので水流せ、水流してしまえ、はい、水流しちゃえ、バブルーン、あ、すごい、どうやって下に行けばいいんだ、下に行こう、道なりに行くか、水に乗っていくと、水じゃーみたいな、あ、なるほど、水、えい、あれ、うまい、どっち、逆だ、おー、うまい、うまい、いやー、ダートから、ダートから、全然動かない、最後の一匹は素早いんだ、あ、うまい、うまい、あ、やめて、やめて、やめて、何回流れないんだよ、なんでうんちみたいな気持ちになった懐かしいですね、おー、面白い、さあ、行きましょうか、
さあ火を吹くので、うわ中殺、よっしゃー、フォアジャンプも出ました、ね、いいね、気持ちいい、何10面で終了だって10面で終了10面今7番だ、次8だよ、はい、見てた、楽しんで楽しんで、おすごい、おすごい、ちゃんと火も避けてたね、完璧、うわ高、スイカ高素晴らしい、いやもうこれでも、あ N 来た N 来た、あ天野の N、 あーいい、火上げ、火火も来てますね、あもう文字欲しい文字欲しい文字、あいた、火はいらないのか、もう取って取って、何も取って、狙って死んでしまう、文字欲しくて欲しくて、もう死にまくっちゃうみたいな、死んじゃう、めっちゃ死んじゃう、あー エゴだ、エゴだ、オッケー、取れたじゃん、取れた、なんかネクストみたいになってるね、いいね、取れたかな、うわ懐かしい、これどうやって、あの紫懐かしい、いっぱい行かなきゃなのかな、だから下に行けば上から落ちてくるじゃん、あ、そういうことだったらいいんじゃないの、ここの辺で、あ、上手、山ちゃんいいよ、下に行けばいいか、山本ちゃんバブルすげえな、上かけろ潰された、お、すごい、あ、空中やったら弾けんのか、あの包みだと同時に、なるほど、噛みつきですよね、ウォーターバブルあるね、あ、やばい大変、落ち潰されるから、落ちよう、どっから来るか、上から来てるから、上からだ、上から、よっしゃー、いちごかわいい、いちご、ゼロ距離があんなに見事に決まるなんて、はい10面終了、あ、よーよー、いやこれはもう台頭、これ台頭さんだ、そうか台頭といえば、あ終了、いやーすごい、やったー、ですね、すごい、どうでしたかお二人、え、すごい楽しかったね、なんか楽しい、全然大事にせず突っ込んじゃったけどそうやね、もうイケイケ押せ押せで、本当に泡のような人生みたいな儚さすごかったけど、ガンガンって覚えてたね、なるほど、あれでも泡の上にも乗れるんですよね、はい、あ、それやりたかったな、全然やってなかった、やらなかった、ここ最終的に下に落ちたら上から行くからみたいな、うん、そんな感じでね、だって無駄に上がらなかった、下の方で行けたんだもん、なるほどなるほど、さあ続いてはですね今作でございますね、うん、はい、このね新作でございますけれど、はい、この新作は4人プレイができますので、はい、はい、ここからはですね名人と千代丸さんにも加わっていただき、協力プレイな、これ協力プレイですからね、みんなでねちゃんと話し合ってやってくださいね、ほんでこれあの柳原さんいいんですかね、どうしました、あの画面が3メーターぐらい先にあるんですけどこれも持ってるから大丈夫、変えて変えて、お嬢さん取るから、誰がどれ、緑山本、バブルンが山本です、はい、そしてボブルン高木です、はい、俺3かな、そうですね、ね、くるるるるくるるんのことか、いや違う違う、ロングショットつけないんですか、いやそれでいいか、ロングショットいりませんの、本当、あうん、俺つるりん、つるりん違う、コロロンだよ、つるりんって、それつるつるつんのお姉さんですよ、つるつるりん、コロリン、コロリンです、うん、コロロン、コロロンです、名人、はい、と宿舎さんもストラップをつけていただいてからゲームスタートしますよ、コロロン、ロングショットなしでいいんですか、なしでいいんだって、いいですよ、さすが、おみんなで協力して、本当協力プレイだって、なんかつければいいのに、 L ボタンと R ボタンで、僕はそのくらいストラップつけたんで大丈夫です、L と L と R でみんなつけてる、はい、ロングショット使います、うせえな、玉がいます、うせえな、仲良くゴー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 、うせえ、ゴー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 、ダメだこれ、ダメだ、すごいゴー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 、高木と山本はダメだ、イエーイ、一番キャンプとか連れてきたんだよ、あ、ミユー、ミユーから上がれる、釣りとか絶対連れて行ったら、すごい、あ、助けた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 、あ、惜しい、惜しい、だからさっきさっき言ってないんで、ちょっと名人、あうまい、助けると同時に助走感をしました、チョコバナナです、バナナです、山本ちゃん、ソーセージ、山本ちゃん、バナナでした、2人
双子ってことかな、双子ってことが言いたかった。何進化してんのよ、ペッチャンコになるやん。助けてください、ペッチャンコになるやん。ちょっともうちょっと静かにやって、あの解説してるから。あのこれ協力プレイだもんね。うちのプロデューサーが一言も話せない。ずっと、ずっと戸崎さんが苦笑いって状態だったごめんなさい、すいません、静かにします。そうそう、ちょっと聞いたりしてね、困った時は。あのね、ちゃんと、ちょっと、ちょっと名人と千代丸さんも待ってあげて、お二人。大丈夫、大丈夫、大丈夫。もう泡遊びしてるから。上、こんなことを言わなくて、あっという間にクリア。桃だ、桃だ、でっかい桃だ、でっかい桃。次は、ここはうまくやるとすごい連鎖が狙えます。あ、なるほど。はい。ちょっと待って、どう倒したか分からへん。俺が6匹倒したよ。あ、そうなの。下で。さすが名人。大きいもも使って。あの四角は何ですね。はい、あの青い四角は、はい、下からくぐれる。あ、なるほど。はい、床と硬い床とあります。なるほど。よしよし。あ、落ちてきた。くらえ。うまい。バブルンがここに来て、すごい勢いだ。はい。今作はですね、残機もスコアも共有ですので、はい、本当に協力して。残機もスコア、いいがあるよ、いいがいいがいいがあるよ。そう、聞いてくれてましたね。どうやって、あ、右上からだ、右上から。残機は共有やから。みんなもう死ぬやつ足引っ張るってことじゃん。そういうことです。え、どうやって、そこを助け、協力しながら、はい、助け合いながら。だから、あの情けは人のためならず。やったー。すごい。すごいぞ。よっしゃー。赤木さんが覚醒してる、うん、で得点も共有ですからね。そうなんです。みかんも、みかんも共有ですから。いくぞ、めっちゃ行くやん、あの2人。あ、やばい、やられた。すごい、山田さんの。あ、そこで高橋名人が、名人、名人、助けてあげて、名人。あ、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 でも下から。すごい、強行してるうちに。でも下にいるから取れない、取って。ぶどうや、ぶどう。いただきたい。いただきたい。はい。はい。なんかいいプレーをすると出てくるフルーツが違うみたいやね。連鎖数に応じてスコアの高いフルーツが出るようになっています。一番高いフルーツは何ですか？これフルーツではないんですけど、はい、ダイヤになります。ダイヤ。はい、すごい。これどうしたらいいんだ？そうそう。あ、いいね。うまい、うまい、うまい、うまい。壊れちゃった。あと2匹。あ、うまい、名人。あ、千葉さんか、3番は。そうやで。上まで、頑張って登ってください。あー、あの途中で、何かが割ってしまっているので。あの、高木さんとかが人のバブル割るのよ。そうなんですよ。ごめんなさい。バブルに高木さん、あ、でも自ら行かれましたね。すごい。行きました。まあまあ。なんかね、なんか登れねえな。千葉さんの青はめっちゃ割るよ。すみませんでした。俺の足場がどんどんなくなっていくんだよね。下から突き上げが半端ない。あ、D があるよ、D が。そうですね。私の上に誰か乗ってください。その協力プレイ、協力プレイ、そういうことです。協力プレイ、そういうことです。今明治助けて、助けて、いけない。他のキャラメジン早く、明治、あー、あー、明治、あー、明治、明治よ、今度は知りませんか、助けて、オーバー、できた、また明治、山本さんでしたね。はい、このように、はい、4人で助け合いながら、今すごく良かったですね。よし、で、D 取りに行きたいんだけど、どうしたらいいんだろう。 D 取りに行きますね。今回はですね、あの泡にも乗りやすくなってますので、はい、どんどん乗ってもらえば、どんどん泡に乗って、はい、高いところに。これ長押しでいいんですよね。今回はですね、乗っただけで、ショージャンプです。誰が乗ったの？今乗った。俺の足場がね、どんどんなくなってくる。私が乗ってきました。名人が割ったの見てたよ。ちょっとみんな、なんでさ、みんな千代丸さんが落ち込みすぎてつぶやきしろみたいな喋り方があってなんかね、ボスやで、ボス。これどうやって攻略するんですか。すみません、一度じっくり動き見られるのが良いかと。なるほど。いや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 、あれで、ちょっ
ーが当たりました。包まれた時は助けに行こうとしてくれてるらしい。あの橋の敵をうまくやっていただいてて、はい、あなたたち2人が自由でできてるからね。全然新しいです。いや気づいてください。光を全然聞かない。すごい突進力ですね。助けて、行ってきます。ほんで絶対助けてっていうのをみゆちゃんはみゆちゃん、やもちゃん、やもち、山もちゃん、スイカ、スイカ、あ、スイカ、俺のスイカ、みんなのスイカ言うてみろ。ありがとうございます。俺のスイカとかちゃうから。みんなの命、みんなのスイカ。スイカといえば俺だろう。知らん。どんどん上がるんだ。名人、確かに16連勝ではい、終わりますか。ここにも、あー、動きが、あー、あれ、今の敵だった。エキスがあるんですけど早く止めないと X が消えちゃうので、助けて、急がれるといいです。
どこにいる X が一番上を目指せばいいんですね。あれちょっとやばそうな。まだ間に合います。うまい。よし。うおお、取れた。はい、今 EX まで行きました。はじけはじけはじけ。ここ行けないんだ。やったー。そうなんです。あの、ブルーの薄いやつのブロックが登れるので下から上には登ります、はい、はい、そういうことです。よし、上から下は。あー、ジャンプして。うん、OK、いいよ。クリアできたら OK。 いい仲良く仲良く言葉交わして。はい、言葉交わして。ここそ協力プレイで誰かが吐いた。そう、そういうの。あ、助けた。なんかみんな助けて、なんかぶつかっちゃった。あのプロペラみたいなやつが降りてる。あ、見てしまった。ちょっと降りたいところにいるので。後ろさん助けて。あ、全然助けない。あ、ごめんごめん、忘れ、君ら見てなかったの。よし、プロペラ倒したの。そうですね。名人右。あれ、うまい。うまい。名人うまい。ティーが、あ、ティー。残すは上のちょこんとしてるやつだけなので、ちょっとだけなので。よっしゃ、仲良く誰かバブルやって。私の上に乗っかってみゆちゃんが。あ、うまい。うまい。すごい。距離です。すごい。ね、いいね。なんだこの海か。なんて書いてあるんだろうこれ。いや、ライダーバブルって。あ、ライダーバブル。でした。行こう。もう、もうあれ残機ないんじゃないのあれ。ゼロですね。はい。え、はい、命大事に。あ、うまいですね。これ大変だ。あそこは行けないんです。ガガ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 ガ。危ない危ない。メジン来てるよ。気をつけて。誰か誰か。どこ？あ、私もいた。だんだん難しく複雑になるので。みゆちゃんがいなくなった。あ、はい、左から勝たしてきた。この面はもう残りこの3人で解いていただくしかない。なるほど。あ、落ちた。頑張れ。次の面に行こう。あ、いや、やめて。うまい、ナイス。とりあえずこれを勝たしていきます。あー、やだ。もう倒しちゃえば。あー、名人のみ。名人、名人のみ。あー、嘘。ありがとうございます。コンティニュー、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 コンティニュー。あの、あまりに死ぬと、あの、そうですね、3回、ゲームオーバーしてコンティニューすると、あの、無敵でコンティニューできるようになります。なんだって、はい、でもまあ、でもやはりなしですね。全然許可も取らずにコンティニューって。毎回毎回。え、ちょ、マップマップよいしょ。あ、もう来てるよ、来てるよ、ハサミ。はい、来てる。すごい、やっぱり同じ点差不満な、みんな、はい、すごいすごい、うまい、ナイス。あいつ打つ前にちょっと震えるので、はい、やばいやばいやばい。みよちゃん、みよちゃん、はい、はい、はい、完璧です。すごい。ナイス。あ、その間にもう名人が上を掲げて、これ理想的な協力プレイです。そう、違う違う違う、チョコバナナです、あれは。ヤモちゃん、肉付きも、肉付きもそこそこにしてください。ソーセージに見えてたんだ。クリアタイムが短いとフルーツたくさん出るので。なるほど、はい、今みたいな、はい、教育は素晴らしいですね。いいよ、ヤモちゃん、いいよ。はい、あ、どこからでもあります。メジもうまい。うまい。あ、いいですね。それぞれがそれぞれの仕事。すごい。いいよ。しゃー。おー、すごい。あと1匹どこじゃ。下に降りるのが難しいので。下に降りれない、どうやって降りればいいんだ。ルートを見つけて、あの、実は切れ目があったんです、ね、あ、切れ目から降りるしかないのね、はい、実はそうなんです。ゴゴゴゴゴゴゴ。さあ、いいですよ、いいですよ、まあ、ちょっと嫌な跳ねるやつがいるので。やべやべやべ。あいつ気をつけてくださいね、あの、チョッコンと言います。チョッコン、あの、おたぶたくしみたいです。おー、すごい。よし、ほよよんだー。ほよよ、ほよよ、ほよよ、テンション上がってます。ほよよ、動かないやつはチョコですね。はい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 、泡作る、泡作る、泡作る、どん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 作るから。ジェラさん、どんどん上がんなさい。もしかしたら消えちゃう。泡どんどん作るから。あの、チクロさん、やめてください。こっちからも上がれるんだ。はい、あの、上の敵がいなくなったので、ショートカットが。いい感じに倒してるのでは。いいよ、チョコレさん、最後一匹です。あいつはもう巣の中にいるので、もう、あの、バブルを作らないといけないや。はい、接敵したりすれば、ここも泡で登れば、もしくは頭で。あ、うまいです。頭で。うまい。よし。協力プレイですね。またいいもの見ました。うまい。頑張り、任せた。よーし。そんなのばかりやるわ。おー、ピーチフルピーチ。イエーイ。ナイスプレイ。よし。いいですね。たく
くさん出ましたね。さあ頑張ってほしい。もう結構広いステージ、はい、自分がちっちゃくなった行き止まりだ。そこボリボリボリあいつは考えたですね。考えて上はいけなかった。あーやだやだ、助けて助けて、いけるぞ、うまい、やられました、すぐ助けて、うまい、あーすぐ助けて、すぐ助けて、ね、5人で遊んでも1名クールに冷静に見られると、あうまい、いいですな、正しい判断が、そうそう、はい、いいかと、はい、明治もついていこう、明治もついていこう、はい、ちょ、みーちゃんちょっと待ってよ、助けて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 、みーちゃん助けて、はい、ありがとう、はい、頭か背中で割れるので口から言うとうまく割れないといけない。 D が落ちてる、 D が、あ、消えちゃった、あー惜しい、さあそれ割っちゃって、千代丸さんがやった、みゆちゃん割っちゃって、はい、うまい、うまいです、最後一匹、最後、あー誰か、誰か、誰か、みゆちゃんか、千代丸さん、あー名人ゆっくり、名人ゆっくり、よし、じゃあフルーツ対決してよ、あー落ちちゃった、うまい、頑張れ、頑張れ、避けて、からの、これは、あ、そうですね、ロングショット、Lボタンでロングショットもいいですよ、Lはい、あ、すごい、届かない距離が、よーし、ここか、ヤモちゃん、ヤモちゃん、俺はなかったやんか、フルーツ待機とか、ヤモちゃん、フルーツ待機って全然、そこに出荷されてなかったやん、いいよ、でもヤモちゃん、そういうのいいよ、あ、ボスよく見て、もう一度あの足場もありますので、はい、じゃあちょっと上の方行ってみようかな、そうね、そうね、いいから、ビリリ電気来るよ、あーいったー、なんでー、助けてヤモちゃん、はい、うまい、うわ、すごい、いやだ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 、暗い、その動きやめろ、やめて、あ、誰が強まそう、うまい、あーもう俺を生かさないで、小さくなった、はい、よく見て、よく見て、逃げてください、怖い怖い怖い、上に行けない、あ、うまいうまいうまい、明治そのままキープ、え、どうやって倒すの、今ちょっと奥まっているので、こらんちゃん、電気、電気、倒せないの、今は今当たらない、ここチャンス、ここチャンス、すごい、すごい、4人で、なんですごい、え、倒せるんじゃないの、だから電気を、電気出し切ったらこいつ疲れるから、そうしかない、はい、助けて、うまい、もう右か真ん中か、右か真ん中か、右か真ん中か、左か、でかキャラすげー、しかも右か真ん中か、左か、左か、あー、またいける、チョルさん助けて、チョルさん助けて、助けてあげて、すごい、すごい、なんかわからんけど2度目を出させませんでしたね、あー、今15でした、15でした、スイカでしょ、みんなの早かった、みんなの炎、あー、やばい、楽しい、次のステージか、よし、行きました、いやいや、ステージ、あ、アイテム獲得しました、はい、どうでしたか、サンダーバブルセット楽しいね、ジオバルザーの、ジオバルザー、いやー、やっぱ昔のとは違うけど、うん、やっぱ新しいじゃない、はい、なんかね、操作してて気持ちいいね、あの泡の感じとかね、やっぱボブルがついてるだけあるね、バブルがついてるだけある、そうですね、ボブルじゃない、いやー、これどうでしたか、あのデコボココンビ、この人たちはね、騒いでるだけでそんなに活躍してないですか、ちょっと協力してたよね、いや、ほんまにあのやんちゃな娘をお父さん二人が支えてるからすごかった俺何回助けたか、そうよ、俺割と助けてると思う、みんながいやーって言ってる間に端のモンスターをこの二人が一生懸命やっつけてて、すごい、そうだった、そう、ほんで頑張ってたのここ、騒いでたのはこの辺、まさに、うん、まさに縁の下の力持ちといった、あら、お父さんたちありがとう、まあ、すごかった、面白いな、俺声枯れそうだったもん、名言出たもんね、はい、その人はみんなのものってわけのわからない名言出ましたね、本当に何だろう、やっててわーってなんか静かにしなきゃって思ってるんですけど、
ど、はい、気づいたらわーってなっちゃってるんですよ。楽しいゲームです。これは何がすごいか、もっこ教えたのか、うん、はい、この2人もわーってなってたうわーってかね、いやいいですね。もう戸崎さんなんか僕の解説届いてますか声ちっちょいから戸崎さんは声ちっちょいから言ってた言ってた、こっち声優さん2人にベテラン2人声ですまたすいません、岩瀬さんは声でかいからええけど、岩瀬さんもなんかコメント間違えて小さい声で僕も興奮してますよ興奮しました。キャラクターは2人がいい人でね、もう見せてダメ死んじゃってもね大丈夫です、それでも大丈夫なんです大丈夫じゃない、ゲームオーバーになっちゃったよって、そうそうそう、本当にいい人でね、その点山本はもうドケーッうるさいのよ、すごいですよ高木さんも最後あれ名人のせいです、名人のせいです、名人名人の失敗したら俺のせいにするんだよ大輝って、何でもかんでも俺のせい大輝ね、見てたんだもんちゃんと、ねえ面白かった、発見しちゃったからすいません、フルーツ町とか面白かったですはい、ということで、はい、では改めてお二人大きな声でお知らせお願いしますはい、それでお願いします、うん、はい、本日2月27日発売になりました通常版と、ダウンロード版、あと特装版の、3形態になっております、はい、特装版のですね、はい、特典といたしましては、オリジナルのサウンドトラック と、公式の、資料集、あとはアーケード版バブルボブルの復刻、筐体ステッカーと、ミニ筐体のポップ、あとは、インストラクションカードが付いておりますので、筐体貼ってあったやつですね、そうですね、説明書みたいな、あ、すごい面白い、うん、当時ゲームセンターで通ってた方は、うん、とてもいやもう珍しいアイテムかなと思います、珍しいアイテムだと思います、あ、これがそれですね、特別版、はい、あ、すごいサウンドトラック、こちらですね、CD 中から作るとこんなポップも、あ、なんかあー、これもだった、ありそうありそう、あー、いいっすね、このデザイン完璧やな、あの基板と一緒に欲しいっすね、あ、名人それはこれ資料集、あ、おー、すごいっすよ、ほら手書きの昔の資料が入ってる、いや、すごい、ね、いや、これさっきね気になったんだけど、あの敵が実はこうだったんだ、どういうこと、どういうこと、そのバックボーンみたいなのも書いてあるんですか、うん、あ、何長文ですよ、やばいですよこれ、いや、これいただいていいですか、バブルみたいな顔聞こえたぞこっちにも、え大丈夫、気にしないでください、気にしないでください、褒めてます常に、あとで戻してみりゃ分かんない、常に褒めてますもん、いい意味でしょ、そうです、いい意味のね、いい意味です、かわいいバブル、うん、こら高橋釣るぞ自分だけ、ほらバブルシャブケルみたいになるから、これでも CD 結構大変やったんですよね、2人にバブルヘッドって言われてる、ズンタタって書いてあるよ、はい、はい、弊社のズンタタ、ズンタタ、はい、バブルヘッドディレクションしていきますので、ボンバヘッドみたいに言うな、はい、お前、なに、バブルヘッド、ちょっとついに聞いてあげて、はいはいはい、この CD 大変やったから作んの、ズンタタです、ズンタタ、はい、斎藤さんといえばね、はい、もう、うん、やっております、ねえ、うん、だから昔ね手掛けた人ももう一度こう集まっていただいて、ね、いろいろとやったと、ほら説明さっきしちゃったから今の口になっちゃったわけで、今ねズンタタさんの説明がどうだったね、パパ怒んないで、はい、いや俺に言ったん、今斎藤のサウンドチームといったらズンタタなんですよ、それこそダライアスとかもそうだし、はい、素晴らしい音、はい、でオリジナルの名曲も全部入っておりますし、はい、今回 の、 あのオリジナルも入ってるんですね、入っております、新曲の、ね、新曲のオリジナルアレンジなんかもう本当に良いんですよ、すいません、ちゃんぽぽ、なんかこの優しい2人が手掛けてるから、うん、ゲームも非常に優しくて楽しくて可愛い、なかなかこんだけ協力プレイで友達なくさないゲーム珍しいな、ほんまですよね、うん、まあ、なくすようでしたけどね、いやいやいや、はじけないで、ちょっと熱くなりすぎましたけどね、2対2に分かれそうですけどね、うん、あの名人にはじけないでっていうのやめてあの人はじけないから、最初はね、うん、ちょっとなんかこうあれしてても最終的にはみんなどん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 協力していくから、ね、最後は1人のボスをみんなで倒すっていうのも、うん、次もう1回やらせてくれたらね、もっと協力プレイできる、できるできる、本当にでももう、うん、アピールとしては完璧なプレイになっちゃいますかね、うん、はい、はい、本当です、はい、だってスキルがいっぱいあるじゃないですか、うん、そうですね、だから本当はもっと解放した後に
に4人で話し合って、そう、誰がどの役割するかと、論句お願いとかね、そうできるようになるなと思って楽しい。明治維新橋めっちゃ見てるやん。何それ、それエロ本見てる中1と一緒ですよ、それ。もうそれ以上の美味しさがあるよ。ずるいわ、嬉しそう、嬉しそう。奇跡さあ、ということでございます。ね、すごいよね。あ、確かに、あ、こうだこうだって言うのもね。バブル高し。あるさあ、ということで、お二人から視聴者バブル描いちゃってるよ、ほら。一言ずつメッセージお願いします。じゃあ、佐々木さんからお願いします。はい、はい、そうですね。オリジナル版を、プレイしていた抱いてた方、そしてあの新しく今作をプレイしていただける方にも、気持ちよくプレイできるように、開発調整しておりますので、はい、ぜひ、お手に取っていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ飯尾さんお願いします。はい、もう今日遊んでいただいたような遊ばれ方がもう本当に理想で、はい、すごく感動しておりますので、はい、あと今日の可能性としては5人でも遊べるなと。お一方こう後ろからこう監督がそんな遊び方ないって。すごいな。僕の立場はもうあんたら帰りなさいってお母さんです。もう家帰ってよ友達。あんたお母さんも一緒に熱くなれないってことだよ。そうなんです、はい、おやつ持ってきたのに。そう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 、あんたら仲良くやりなさい言うね。すごい役やな。そうですね、もうすぐ春休みですし、ぜひ皆さんでこんな感じで友達や、はい、ご家族で遊んでいただけたらと思います。先生、あと一人で遊んでも、ごめんなさい、ちょっと一人遊んでも連鎖を極めるとものすごいスコア狙いますので、こうダラーンとなると気持ちいいし、はいはい、早く倒すとフルーツは豪華やし、はいね、今日もあるから出ませんでしたけどダイヤになるのがもう最高だったりしますので、はい、ぜひあのお一人で狙われてみる遊びも楽しいので、なるほど、はいはい、ぜひやり込み要素たくさんでございます。はい、ということでございまして、もう大人がこれだけ盛り上がるゲーム素晴らしいでございます。ということでございまして、バブルボブル4フレンズご紹介いたしました。戸崎さん、飯尾さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これは面白い。目指せ大冒険。レベル